お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのラバルデッキを紹介していきたいなと思います。というわけでやっていくんですけども、ちょっとね注目してほしいのはこのねボンバーの枠ですね。まあ、ラバルといえば陸がこうバーバリアンとか、まあ、縦の戦士とか、まあ、バルキリーとかが入ってくるんですけど、あのラバルデッキにボンバーが入ってる方を今日やっていきます。であのマルチの上位にもラバルボンバーインフェルノタワーとか、結構なんかすごいデッキを使ってる人もいたりだとか、結構ねなんかボンバーってこう僕は正直こうめちゃくちゃ強いとも思わないし、めちゃくちゃ弱いとも思わないんですけど、結構過小評価されてるカードだなと思ってて、だからマルチでも本当にペッカボンバーでマルチ上位もいますし、まあ、ゴレボンバー、ラバボンバーなんか結構ね使われてるんですよね意外と。で僕もあのよくロイホグとか、てかまあロイホグから主に使うんですけど、ロイホグってボンバーめちゃくちゃきついの本当に。なんか相手に初手選ばされました、あじゃあロイホグ飛ばしました、そしたらもうボンバーで回収されてもう両サイフルカウンターみたいな感じで、意外となんかボンバーってこう使われるとすごい嫌なカードだなと思ってて、僕は本当マジで使わなくて、この僕もねボンバーあのユニレベグラチャレなんで統一されてますけど、あのマルチでもマジで使わないから、なんかボンバーだけまだレベル多分9とか10とかなんかそんな感じでめちゃくちゃ低いみたいな感じでねあるんですけども、これ見てこのボンバー、このボンバー見てみんな、ほらめっちゃ頑張ってるよ見ました皆さん今のボンバー、今の見たらちょっと強くねって思っちゃうぐらい頑張ってました。そしていやプリンまで倒す、いやナイス。で今回ね僕の相手はこのもう最近トレンド超トレンドのムートとユーノが入ってる枯渇デッキですね。この枯渇がねめちゃくちゃ流行ってますね最近。なんかね僕もすごい好きなのムートとかユーノとか、こう陸で攻めつつ、なんかウォールブレーカーとかねゴブリンバレルでプレッシャー与えていくっていう枯渇デッキなんですけど、めちゃくちゃ強いの。でもその枯渇デッキにも強いのこのデッキは。そうなので最近ちょっと増えてるとは言えないけど、なんかこうマルチのマルチじゃないグラチャレの勝率で一応ね今僕が紹介してるタイミングでは勝率1位になってましたね。まあ勝率1位って結構ゴロゴロ変わるんですよ、数パーセントの誤差でね、まあ、なんですけども、まあ1位に行けるほどの一応まあデッキのちょっと強さというか、まあ輝ける部分がねあるのかなというわけなんですが、まあとりあえずラバーケツ出してバルーン組んでいこうかな。で相手がハンター高めに出してきたらインドラで焼いたり、さっきみたいねボンバーでちょっかい出していきます。なんか程よくいいんですよねボンバーが。いや3が5あいつも優秀ですねボンバー。なんかねなんだろう程良いっすよね。なんかホバリング的な、ホバリングとかマザネクと僕からしたら同じ部類だと思うんですけど、なんか強すぎず弱すぎず、なんかなんかね別に修正欲しいけど別にしなくてもいいんじゃないっていうこの感じね。さあでもうこれはねまあボンバーというかもうパーティーですね、ユニットパーティーでさボンバーでちょっかいかけていく。でバルーン添えて、あとねプリン来たらヤナーメ、ハンター来たら雪玉打てばさグッドゲームかなというわけで、まあボンバーがねいい味出してたのもあるんですけども、まあデッキのね相性とかもありつつさ勝っていきます。ボンバー他にはなんだろうね、マルチ上位でペッカとラバーとゴレでボンバーが入ってる人はいて、まあ、あとはなんかねいないこともないけど、まあめちゃくちゃ見るわけでもないかな。でも大型にやっぱこうつきやすいんですかね、なんだろう大型ユニット展開した瞬間のこう逆サイド防衛にやっぱこう2コス3コス4コスぐらいしか多分コストが残んないからこそのねボンバーとか、まあスケルトン部隊とかも同じ感じだと思うんですけど、大型展開した時の程よい感じのねそう防衛ができるっていうのがいいのかな。さあちょっとこれ暇だな、なんとも言えない雪玉打っていきます。これあれかな、相手なんかメガナイト枯渇的な、なんかいやーああ待ってやばい本当にごめんなさい、煽りでもなんでもないんですよまあまあハンデとしましょうか。はい、で、槍ゴブリンが来るのかな。さあ、これ今相手ザップ使ったな。これ、端前ラバでさ、いや、僕言っていいと思うんですよ。本当に。で、
インドラで焼いてくんのかな。いやこれ相手きつくね。え、これ横から、あー横からコウモリか。いやこれはちょっとうまいっすね。なんかバルーン添えようかなとも思ったんですけど、一回ちょっとね待っていいな。いやなんなら単体バルーンでもよかったんですけど、いやここねインドラ相手が裂いたので、このインドラを回収してからの僕のあのもうバルーン雪玉で終わりですね。さあボンバーで程よくね回収していきます。インドラは別に焼かれてもいいですね。これもバルーンプラスの雪かヤナアメ、コウモリは回ってない、ヤリゴブが出てくる雪打って、さあいやコウモリも、いやーこれヤナアメ打てばよかったかな。いやでもいやボンバー爆弾デッキ、バルーンの爆弾もあるし、まあ、ボンバーだね。はい、泣け爆弾。いや陸ボーイにめちゃくちゃ優秀だな。ボンバー火力実はめちゃくちゃ高いです。皆さん知ってると思うんですけど、マジで火力バカ高いんで、さあ矢で対応していきます。なんだろうな、何でも基本的にボンバー出しとけばキングまでおられることはないっていうような許容もできますね。まあこれはちょっとね守ると見せつつ、僕はもう守る必要、まあ守ってもいいか、840なんでほどほどに守りつきなつつなんですけど、守りに専念しすぎると単純に相手に形作られて終わるっていうパターンがありますね。さあこれですね。なので守るんですけど守りすぎないって感じでいきます。さあこれちょっとヤナム打って、さあ程よくね守ります、程よく。いやマジで OK、 ザップ使った三角をこれでちょっと両サイね、うまい感じに攻めさせといて両方折れないみたいなね。よしよし。で雪玉もあるで、一応あ矢でいいか、矢できっちり処理して、さあグッドゲームで、今回の僕戦い方多分結構うまかったんですけど、今回僕ラバを、まあ、最初に出しちゃったかな、最初に出しちゃったんですけど、途中から一回も出さないようにしたんですよ。高回転のこのインドラの、まあ、メガナイト枯渇とか、まあ、インドラデッキとかには結構あるんですけども、あみかんさんからフレバト来た、ああー対戦僕いっちゃった、最悪だ。みかんさんから動画撮ってる時に触れ回ってきたらもうね、養分にするしかないんですよ。いや、ちょっとこの後、みかんさんにね、触れ回と、ちょっと仕掛けたいと思うね。みかんさんのスタンプ、みかんさんにちょっとね、見てるスタンプしよう。よしよし。これで、ちょっとこの後ね、触れ回とできるよっていう、できるよっていう合図しよう、できるよっていう。よし、とりあえずここ勝って、ラスボス、坊やさん倒したいな。ボンバーデッキで。みかんさんもね、結構ロイホグ好きなんですよ。そう、だから、普通に刺さる気がするな。インフェか。インフェは嫌だな。いや、これ、あんま生き玉使いたくないけど、ちょっとバルキリー痛いんでね。さあ、なんなら、いや、こういうところでバルーン行ってもいいかなと思いますね。ほんと、インフェとかの相手なんで。よし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 。あ、で、さっき軽く話してたんですけど、高回転のインドラに対してなんかね、ラバ出すと餌になっちゃうっていうのがあるんですよね。餌になっちゃう。普通に、インドラだけで溶かされつつ逆サイドに振られるみたいなのがあるので、なんか意外と、こう、ラバを出さずにバルーンサンガゴとか、の攻めも強かったりします。まあ、ラバ出して、インドラ使わせて逆サイバルーンとかもね、普通に後ろにつけてバルーンとかも強かったりするんですけど、なんか場合によっては出さない方がいい場面もあります。まあなんかウィザードとか、今回の相手で言うと、まあむずいんですけど、まあ、それは本当状況状況だと思うんですけども、それは今回相手はインフェルノタワープラスの、まあなんかかな。これ、バルーンつけて三角でちょっとルート強制しようかなとか思ったらめちゃくちゃいいインフェ来たな。いや、これ、雪打ちてー。ファイボか。いや、いいファイボ。いや、これコウモリが。ピピピ。ピピピ。いや、まあ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 、なんかあれ、なんで？なんで入った？いや、ラッキーか。ただただラッキーでダメージが通ってきましたね。でも、あと暇なんでボンバー出して、まあ、あと多分、インドラからのか、まあ別にラバからでもいいんですけど、これはちょっとね、相手のいい攻めですね。僕がインド出しちゃったので。これ、矢でいいか。矢で許容して、雪打ってもよかったけど、まあ打たなくてもいいか。で、ここで雪打ったら、相手これ、多分バルーンにインフェ使うと思うんですけど、ここにインドラ相手対応しないといけないよっていう。さあ、ファイボーを使っていく。で、僕はちょっとね、右側かな？左側はね、ぶっちゃけもう削れるんですよ。
だから右側ちょっと警戒して、そしたら左側来る。で、雪玉あれば、多分相手矢の飴がないんでね。矢の飴がないんで、よしよし。あ、待ってやばい。縛った。オッケーオッケー。いや、いい。全然。いや、ボンバーナイスからの、いや、からのむずいな。からの、あれ、何で削ろう。いや、これインドア早めに出しちゃっていいっすね。で、これ大体バルーン出しにくいでしょ。さあ、端前ラバーでいっちゃいましょう、もう。僕は、これバルーン来んのかな。一応ちょっと見つつ、もう竹取っちゃって、オッケー。いや、これは来たっすね。ラバーで削りが入りますね。パピーも入るし、最悪ね、雪玉嫌な雨もある。オッケー。さあ、グッドゲーム。いやー、来ました。ラスバス、坊やさんかな。多分いると思うんだけどな。なんならこの試合見てくれてるのも、どうだろう。さあ、行きたいと思います。多分ログインしてる。よし、行きます。来い。かかってこい。さあ、慣れてくる？こんなことあるね。いや、まあ、みかんさん、よくフレンバトしてくれるんすよ。そうなんで、仕掛けてくれるんですごいありがたいんですよね。そう。今考えてんだから。どうなんだろう。まあ、とりあえずね、ラバルチンパンしたいと思います。来たー！よろしく！よし。ありがとうって言っとこう。さあ、いや、マルチ、いや、トロフィーも僕今71ね、なんぼかで一緒、全く一緒ぐらいですね。一勝差ぐらい。どっちかの方が上、いや、僕の方が上な気が。雪玉入れてんな、しっかり。いや、でもなんだ？みかんさんの雪玉ってことはバルーンぐらいしかないけど、お、クエイク！さあ、クエイクオグだ。あー、クエイクオグか。まあ、あっちゃがさだったら勝てそうだけどな。なんだろう。いや、全然なんだこれ。コウモリのクエイク雪って何？何これ。待って、全然わかんねえ。バルキリーのクエイク雪。バルキリーマスケ迫撃とかかな？のディガーとか。ホグか。いや、これ嫌だな。クエイクとか来そう。一発。まあ。まあ、ホグですね。ホグ。あー。やっけー。なっちー。いやー、なかなかこう、嫌なのちょっと引いたんじゃないですか。でも、ミカンさんがクエイクとユキだけなので、言うてミカンさんも、嫌そう。いや、なんかいい攻めだな、すげえ。すげえいい攻めしてきた。これで、この間のコウモリで僕のね、ラバを溶かすんですよ。そうすると、マジで、後から出したこのマスケットと、雪玉とかで終わっちゃうんですけど、ここでバルーン追加するのが絶対きついはず。よし。いや、ボンバーもうちょっと頑張って。いや、俺の雪玉が、ちょっと。いやー、ちょっと、イガンさん僕動画撮ってんすよ。譲ってくださいや。これあれだな。多分無視して、右側ガッチャンクでもよかった気もしないこともないけど、まあ悪くもない。で、これはインド出すと多分インド先行しちゃうんで、ほどほどに待って。よし。いや、これ止めれないでしょ。止めないで。止めれないでしょっていうか、止めないでほしいな。いや、これやべえな。で、あれか ?2 周目か。ああ、やばい。それやばい。先輩の知ってる、することじゃねえ、これ。あと27秒。あ、待って！先輩？ミガンさんのうまい防衛なんか、別に僕の主張して多分求めてないです、先輩、ミガンさん、防衛うまいんですけど、求めてないんですよ、今。違うんすよ。よしよし。いやー、ワンチャン削れねえか、これ。いや、ちょっと待って。雪来そう。だよね。頼む。耐えろ。いや、耐えればワンチャン。いや、耐えればワンチャン。いや、迫撃か、これ。いや、迫撃と。いや、雪咲いた。いや、ワンチャンあるんじゃない？これ、なんか、スキャムでさ、ゴリ押し。いや、ゴリ押し。いや、ちょっと待って、いいホグすぎる、さすがに。あはくっそ。マジか。いや、でも、クエイクと雪で終わってたもんな。いやー、ちょっとね、今日負けちゃいましたね。いや、さ、まあでも、僕の方がちょっとトロ実は上だったみたいなね。そんな感じのことも言いつつ、いや、悔しいな。普通に言うね。ミカンさん、うまかった。マジでうまかった。いやー、ちょっとね、とりわけで、ミカンさんの、
急にね、みかんさん参戦しちゃったんですけど、僕の動画に概要欄にね、はい、みかんさんの YouTube チャンネルも貼っときますので、皆さんね、ぜひみかんさんの動画、まあ、チャンネル登録してないと、ほぼいないと思うんですけども、僕の動画もね、はい、ぜひみかんさんの動画もチャンネル登録よろしくお願いします。だけでね、終わります。よければチャンネル登録と、あと高評価とコメントともね、ぜひよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。